ずれるじゃん。はい、皆さんこんにちは、釣り三昧です。今回はメガバスさんのかげろう 124F とアリエクスプレスというですね、海外の通販サイト、アリエクと、通称アリエクと呼ばれていますけども、そちらの方でですね、まあ、メガバスさんのかげろう 124F とそっくりなですねものを見つけたもんですから、ちょっと買ってみました。でこちらの方で 124mm の 20g というふうになっております。本家の方はですね、124の 22g ですね。いずれもフローティングという形になっております。もう本当見た目がそっくりでしてね、ちょっとまあ相違点はありますけども、もうボディはほぼ似通ってますので、ちょっとですね、比べてみたいと思います。まだ新品ですね、まだ出していないんですから。こんな感じでですね、本家の方はですね、目が違いますよね。目と目がこう、目の 目玉がですね、本家の方は下の方にあります。メガバスさんのルアーはですね、ほぼ下の方についてる、こういう目になってますね。左右同じように。しかしですね、アリエクの方はですね、普通の目玉ですね。で、先端の方、フックアイの方ですけど、フックアイの方は、若干ですね、本家の方が飛び出てますね。アリエクの方が、フックがちょっとめり込んでいるような感じですかね。フックアイですね。そしてまあ、あとほぼ似たような感じになってますけども、決定的に違うのはこの顎の部分ですね、のシャープさがちょっと違います。本家の方は丸みを帯びてますけども、アリエクの方はちょっとこう尖った感じですね、角張った感じで、顎の部分がですね、ちょっと違いますね。長さはね、ほとんど一緒ですね。重心移動システムレボ2っていうのがですね、新しい今の現行のかげろうにはもうついてますけども、こちらの方もですね、ボディを振るとカチャカチャと、ガチャガチャと言いますので、何かこう移動するシステムになってますね。この中でこう動いてる様子が分かります。それでですね、このようなね図を描きましたので、これに沿ってですね、寸法を測っていきたいと思います。寸法を測るのはこちらのデジタルメジャーですね。デジタルで表示されるタイプのですね、こちらの方をですね測っていきたいと思います。まずこちらのアリエクからいきますかね。アリエクのA って書いてあります。 A はアリエクで、本っていうのは本家ですかね、メガバスさんの方ですね。まずアリエクの方の、本体長さはいいですかね、ここの上幅ですね、分かっていきたいと思います。これ0ですね。150
8になりますね。幅が158ですね。そしてお尻の方、お尻の方を測ってみたいと思います。お尻の一番細いところ 6.4、 細いところですね。6.4 ですね。 15.8 の6.4mm ですね。そして本家の方ですね。本家の方の幅、0から一番厚いところで測ります。160ですね。で、一番ね、7.8。ですかね。で、続いて全長を測っていきます。全長は、ここの一番、よいしょ、一番ですかね。129.6、 129.6 ですね。129.6。 そしてアリエクの方が0ですね。どうですか。128.5。128.5か。こんな感じの寸法になりました。続いて重さです。重さはですね、こちらの方で測っていきたいと思います。こちらは100分の1まで測れますので、よいしょ。まず、メガバスさんの方からいきます。メガバスさんの方の21.75 ですね。21.75。
グラムですね。で、アリエクスの、18.72 ですね。18.72。になりました。それで決定的な違いはフックの大きさがやっぱ番手が一番ですね。一番メガバスターの方が大きい感じですね。感じですね。ということはですね、もしこのスプリットリングとフックを外した状態で再度また重量測定してみたら、ひょっとしたら同じぐらいになるかもしれませんので、一度それも検証してみたいと思います。はい。やはりですね、スプリットリングとフックを外してみました。こんな感じですね。位置的にもですね、もう本当にほぼ変わりませんね。フックをつける場所というのがほぼ変わりません。ちょっと外してないですね。はい、外してみました。このようにとカメラの加減でちょっと、ね、ほとんど位置が変わらないですね。気持ちいいですけど、リングの大きさはメガバスさんの方がちょっと幅があるような気がします。 5.3mm ですね。 5.3mm に対して 4.9 ですね。あとワンサイズちょっと大きい 5.1一番大きいと 5.2mm ですね。 5.2mm に対しまして、5mm ぐらいですかね。 5mm ぐらいですね。ちょっとワンサイズメガバスさんの方が大きいリングがついているということですね。で、重さを測ってみましょうね。はい、ゼロでなりました。メガバスさんの方、19.99 ですね。それからアリエクの方は16.88。19.99、 針なしの場合は 19.99 で、アリエクの場合は 16.88g。 これはミリですね。こんな結果になりました。本体重量がもうそもそも違うもんですから、やっぱり形状が一緒でも、軽い方がやっぱり浮きやすくなりますよね。なのでこうレンジとしてはメガンさんの方がちょっと下のレンジを引けてって感じですね。動きはねほぼ変わらないような気がしますね。実調でちょっと動画撮ってみたいと思いますけども、もう
概算で言えばもこのぐらいこんな感じの数値になりましたので、似てると言ってもやっぱり同じ、全く同じ動きができるかっていうとそれはありえないのかなって気がします。で、型もですね、こうよくよく見てみると完全なコピーにはなってないので、まあ、本当に似てるんですけども完コピーではないので、そうですね、皆さんの感想はいかがでしょうか。こんな感じですね、似たようなルアーと本家のルアーとこうちょっとこういう数値的に比較して見る動画を一回作ってみたかったので動画にしてみました。それではですね、ここ少し皆さんの方でも参考にしていただければ幸いです。今日はご視聴ありがとうございました。